軽井沢海テニスコートは長野県北作郡軽井沢町の旧軽井沢にある開園製のテニスコートである。明治時代からの歴史を持ち、秋人新納と正田道子が出会った場として知られ、戦後テニスブームの火付け役となった。旧軽井沢銀座の東側に位置し、面積は約4000平方メートル。13面のコートとウィリアム・メレル・ボーリズの設計によるクラブハウスを備える。 スタンドの収容人員は約200人。一般財団法人軽井沢会が所有し、会員制であるが、シーズンオフには予約制で非会員も利用できる。ドレスコードがあり、伝統的に白を基調としたテニスウェアの着用を推奨している。旧軽銀座の軽井沢観光会館とテニスコートの間の道はテニスコート通りと呼ばれており、 ミハエル・クーデン・ホーフ・カレルギー・伯爵が滞在して描いたテニスコート通りの絵画が通りに掲出されている。戦前の軽井沢海、テニスコート同じく戦前の軽井沢海、テニスコート1885年。カナダ人宣教師のアレクサンダー・クロフト賞が訪れ、軽井沢の保健休養地としての歴史が始まった。この地にテニスコートができたのは1892年頃との 記録がある。当初はコート2面であったが、後に13面まで増設されている。土地台帳には1909年に、イギリス人の WG カナリーが一旦8世2歩の地上圏を購入した記録が残っており、それ以前は地元の地主から借り受けていたと考えられる。1913年、軽井沢会の前身となる、軽井沢秘書団発足。アメリカ人のハーベブロカ。 d c ライクが約4ンの土地を買い取っており、先日の WG カナレーを含めた3名が秘書団にテニスコートを寄贈した。1917年には軽井沢国際テニストーナメントの第1回大会が開催された。1929年にはウィリアム・メレル・ボーリズの設計によるクラブハウス竣工ボーリズは 軽井沢では、軽井沢ユニオンチャーチやアブソウ3層の設計も、手がけている。第二次世界大戦終戦後の1946年には、米軍に接収された。2005年からは、軽井沢テニス協会主催により、男子国際大会、軽井沢フューチャーズが開催。第15回大会となる2019年からは、ポルシェ軽井沢オープンに名称を改めた。 軽井沢と皇室との関わりは、1878年に明治天皇が北陸、東海へ巡行した際に安在所が設けられたことから始まる。1957年8月19日、軽井沢国際テニストーナメントに出場していた、秋人新皇は、日清政府の会長令嬢の正田道子と出会う。テニスを通じて、信仰を深め、 一年余りの交際の後、1958年11月27日に、婚約を発表。1959年4月10日に、結婚の儀が取り行われた。天皇に即位してからも、幾度か、軽井沢会、テニスコートでプレーしている。軽井沢会は、別荘所有者の自治組織であり、1913年に、外国人必勝客を中心として発足した。 軽井沢秘書団を前身とする。この団体は1916年12月にダニエル・ノーマンらにより財団法人となった。1942年には1922年解説の軽井沢周回道と合併し財団法人軽井沢会となった。2010年現在の会員数は正会員、家族会員合わせて1614名。日本のテニストーナメントとして 最古の歴史を持ち、1917年に第一回大会が開催された。1944年1945年には第二次世界大戦により中断されたが接種中の1946年に再開した。1970年代には参加者増加により、鹿島の森、日本審判ユートピー、朝英コートなど近隣のテニスコートも併用されたが、 1977年からは軽井沢会テニスコートのみの開催に戻っている。2016年には第100回大会を迎えた。参加者は延べ800人を超える。略称は、K と、ありがとうございます。